チェコスロバキア国鉄4 1 1 9系電車は、チェコスロバキア国鉄及びスロバキア国鉄鉄道企業体スロバキアトレンチン電気鉄道非営利法人の狂気直流電車である。本校では同系の9 1 1 9系制御客車についても述べる。チェコスロバキア国鉄が、 西部スロバキアの国鉄トレンチイン電気鉄道向けに1951年申請した電動客車でタトラストデーンカ車両で M46.0 系電動客車として3両が製造された。1954年には同系のカーム夕方付随客車がチェスカーリーパ車両で製造された。1993年のチェコスロバキア連邦制解消で スロバキア国鉄に移管。後2002年の国鉄分社化で鉄道企業体に移管され、2005年以降は全車両を鉄道企業体スロバキアが保有。レオポルド機関区所属でトレンチアンスカ・テプラーン車庫に配置されていた。2011年の ZSSK 運行休止に伴い ZSSK はトレンチアンスカ・テプラーン車庫と411.9計算量を トレンチアンスカテプラー村に9 1 1 9系2両は国内の二森林鉄道に売却した4 1 1 9系3両は現在村が設立したトレンチイン電気鉄道非営利法人が保有している M46.0 系電動客車は申請当初全面三枚窓の両運転台車で路面電車の構造を採用し制動装置は 手動ブレーキの他電気、空気ブレーキを装備。7 6 0ト、mm、ル機関用の動力車としては、チェコスロバキアで最後の申請者と言われている。1951年4月30日から同年12月14日までの間に3両がトレンチアンスカテプラー機関区に配属され、1954年増備のカーム、夕方付随客車と共に運用された。 近代化更新 EMU46.001 は1973年、トレンチアンスカテプラー村ガイ地の一級、道路61号線との平面交差でトラックと衝突事故を起こし、廃車された。残る2両も老朽化で故障が相次いだことから、1984年から1988年にかけてオストラバ輸送企業体と、 ウルート機器管区で近代加工新工事を施行し、EMU46.1 型に改版した。客室は、タトラ T3 型路面電車に準じた一体窓と、座席に交換したほか、河川電圧高圧に合わせ電装機器を600、ボルト対応に改め、制動装置は、DKP 空気ブレーキと、ダコ b s e 電気ブレーキに交換。前面窓を一枚窓とし、 全消灯などの配置も変更した。さらに EMU46.001 の伝送部品を転用して、付随客車1両も同様の近代化工事と伝送工事を行って、電動客車化し EMU46.1 型に編入した。1988年のチェコスロバキア国鉄大海板で EMU46.1 型は4 1 1 9系バーム。 夕方は911.9型に改版した。1990年度には、ウルート危機器管区で、付随客車のまま残った911.9系2両の近代化更新工事が行われ、この際折り返し運転の合理化のため、片側に運転台を新設し、制御客車に改造されたが、形式番号は変わっていない。 スロバキア国鉄遺憾後スロバキア国鉄遺憾後の1994年から全車両の塗色を白、青に変更し、運転台部分の屋根上には道路との平面交差での事故防止のため黄色の点滅灯を設置した。411.901は2004年12月24日、トレンチアンスケテプリツエ鉄道駅構内で電気ショートによる火災を起こして、 トレンチアンスカテプラ側の運転台付近を焼損し、2005年に復旧工事が行われた。2007年には各車両にスロバキア語、ドイツ語、英語の3カ国語による自動車内放送装置が設置された。911.901は2008年4月29日からジリナ県の保存森林鉄道、オラバ森林鉄道に無期限リースされた。 三両の411.9型には、現在、ヤンカ、デディモンカ、フィラデルフィアの愛称が付けられている。2009年に開業100周年を記念し、411.901と411.902の二両を1951年新生児の当職に、翌2010年には、 開業101周年記念として411.903を近代化更新後の旧塗色にそれぞれ変更した。さらに411.901は2009年11月から地元トレンチアンスケテプリツェ市に本社を置くポバジュスキー製党株式会社の広告塗装者となった。2011年の鉄道企業体スロバキア運行撤退に伴い411.9 計算量は、トレンチアンスカテプラー村に、911.901は、リース先のオラバ森林鉄道に、911.902は、バンスカービストリツア県の保存森林鉄道、シエルノフロン鉄道にそれぞれ売却された。ありがとうございます。